まあ、地元の魅力をアピールするっていうのが、こちらどういった製品で、製品どういった緊急告知、そうですね、緊急告知システムで、まあ、STB を使った緊急告知システムになっています。で、まあ、こちら、まあ、サーバーに見立てた PC なんですけれども、はいはい、あのこちら、まあからまあ緊急進行を見ますと、まあ STB の方が自動で起動しまして、でこのような情報を、まあ緊急進行、まあ、これまでは河川氾濫の情報を出して、どういうところで、はい、あの採用されてる、導入されてる、まだこちらその参考出品ということで、あ、今からで、はい、採用されてるということなんですけれども、まあ引き合いがありましたら自治体とかそういうのですか。そうですね、想定は、想定はそうです。まあ、でも実際にこれを、まあ、テレビ局とか買っていただくのは、はい、ケーブル事業者さん、ケーブル局かなと思います。 はい、ありがとうございます。こちらどういったホームコントロールシステム、あ、お願いします。こちらはあの電力のサービス情報とですね、はい、あの家庭内の電力コントローラー、これをあの組み合わせたサービスのご提案になっています。あ、まあ、現在ですね、はい、家庭内の電力を測定するというサービス、はい、いろいろあると思うんですけども、はい、当社も電力見えるかということで、家庭内消費電力をあのグラフ表示するというサービスを行っています。さらに今後ですね、各家庭の電力プランですとか、はい、電力料金の詳細がシステム的に取れるようになってきますので、はい、それを組み合わせて新しいことができないかと。家庭向けなんですか。家庭向けですね。で例えばですね、会社とかは大きいとかはどうなんですか。基本的に今家庭向けを考えています。もうあるんですかね、そういうの、大きいのは企業とか。今はない。この電力測定するこの装置がですね、はい、家庭で使うぐらいのアンペアしか採用してないんです。あ、開発の方で、うん、はい、あ、あ、ありがとうございました。システム実際更新されるか、はい、ありがとうございます。いや、あと、はい、後藤君、こちらどういった製品なんですか。ですね、こちらはあの昨年末に、はい、あの弊社の方で新商品、新モデルとして出させていただいた620になってまして、はい、OS を搭載していて、はい、HTML5 のアプリケーションが、はい、同時に動かすことができる、はい、最新のモデルになっているんです。でこちらの展示に関しましては、そのボックス上で、はい、アプリケーション開発がですね、簡単に、はい、作れますということで、はい、まあ、開発パソコンと、はいはい、まあ、ボックスがあれば、ね、はい、一般的に HTML5 のアプリケーション開発で使用している、はい、開発ツールですとか開発のシミュレーターとかを使うことでアプリケーションが簡単にできました。従来はこういった特殊な基盤ですとかないとアプリケーションが作れなかったんですけども、はい、そういったハードルがですね、かなり低くなって。何のアプリなんですか。スマホとかの、これの上で動かすアプリケーション。なるほど。で例えばどういうアプリ、はい、例えば今回ですね、実際に動かすアプリケーションを一般の方に作っていただきました、はい、っていうのがこのイベント企画になっておりまして、はい、実際にですね、経営チームの方で使っていただけて、アプリケーションをどういったものを作るかという企画から、プログラミングは
プログラムまでを使ったんです。どういう言語で？あの HTML5 というHTML ホームページとか。あ、はい、で、あとは Java の言語を使って作っている。あ、なるほど。で実際にですね、こちらの方の2つの、テレビで表示しているアプリケーションは、はい、まあ、離れた家族でテレビを見ていて、ちょっと今同じテレビになっているんですけども、はい、違うテレビを見ているときに、この普通のこの吹き出しのところで、それぞれのテレビでどういったテレビを見てますか。で例えばそれがご家族とちょっと離れたおばあちゃんのところで、おばあちゃんはこういったテレビを見てるよね、はい、息子たちはこういうものを見てるんだとかいうのが分かる。でそれによってコミュニケーションとかが分かれたり、同じものを見たいときにリモコン操作をすることで同じチャンネルに選曲をしてですね、で同じところ同じ介護にいいという会話をすることで、またちょっとコミュニケーションとかができるのかな。なんかこのカメラでおばあちゃんの映像を撮るみたいな、まあ、ちょっとこちらになりまして、こちらのファミスマというアプリケーションがあるんですけども、こちらもですね、はい、テレビを見ていて、例えばお子さんの自然な笑顔を笑顔認証でどんどんこう貯めていって動画をとリンクさせてですね、なるほど、それを保存しておきました。夜遅く帰ってきたお父さんがそれを見たときに、自分の娘がですね、どういったところで笑ったり、どういったところで興味があったのかっていうのが分かるので、なるほど、後でこう会話を、介護にいいですね。そうですね、おばあちゃんとか、おばあちゃんとかそういったの。ちなみにこれどこで開発されてるんですか？パナソニックって研究所、開発ではなくてですね、はい、一般の方にこのボックス上で動くアプリケーションを作ってみませんかっていう、イベントを開いてですね、使用を開始しまして、それで一般の方を募集して2日間で作ってもらったアプリケーションです。ちなみにこちらはパナソニックは大阪ですけど、はい、そうですね、大阪です。わざわざ大阪から今日ありがとうございます。ありがとうございます。こちらどういった？今放送している CATV の多チャンネルをですね、はい、このような形で一覧で眺めていただいて、はい、で管理者さんがこう、あ、これケーブルテレビです。ケーブルテレビの CS 多チャンネルですね、はいはい、それでまあいっぱいチャンネルがあるんですね。でチャンネルがいっぱいあって、なかなかこう一個ずつ回しているとなかなか大変で、はい、どこに何がやってるかって分かりづらかったんですけど、はい、じゃあもう一覧で表示して見て、見たい番組を探していただいたらいいんじゃないかなっていうのがこれになります。でこれ見たいなと思ったら、ここでリモコンの決定ボタンを押していただけますと。全部で何チャンネルあるんですか？ CATV 局によって違うんですけど、大体まあ70、80、多いと100ぐらい。で100出せますか？ここに今出せるのは 6×6 の36なんですけれども、はい、まあ、ページを複数も設定ができるようにしてますので、はい、例えば、まあ、これ1面で足らなかったら、はい、もう1画面を、まあ、もう上に作ったりとか、はい、いう形で、まあ、全部出そうと思ったら出すことができます。はい、一気には出せない、はい、一気には出せない、一気には出せないですね、今のところは。一気に出して、はい、冒頭見とく人っていないんですか？これだけ出して、あ、そうですね、一気に出す、まあ、ここの数もっと増やせば一気に出すことは。あ、でも普通のテレビでもこういう機能って昔あったような気がするんですけど、最近チューナーを順々にやっていって、トリプルチューナーぐらい の東芝さん のダブルウィンドウとか言ってて、2画面同時とか昔ありましたけど、あとは何でしたかね、順番に全部がこう滑らかな動画で表示するっていうのはテレビ単体でなかなかなくて、こう一個ずつパッパッパッと更新していくような感じ。こういうの普通のテレビにあったらいいと思うんですけど、そういうのはパナソニックさんないんですか？これ普通のテレビでやるの実は結構難しくてですね、はい、やるとしたら、まあ、普通のテレビにこうチューナー、計算量が多いんですか？チューナーの数の問題ですね、どちらかと言いますと。普通のテレビでこれもしやろうとすると、テレビの中にチューナーをこういっぱい、ここで出すと36映像が映ってるんですけど、はい、36チューナー内蔵したテレビを作れば、まあ、技術的にはできる。